edition of International Skateboarding Event Uprising Tokyo supported by Rakuten was held in Tokyo, gathering top class as well as up-and-coming skateboarders from all over the world. This event was hosted by Rakuten as part of a strategic partnership with professional skateboarder Yuzo Horigome, with the aim of empowering next-generation skateboarders while raising awareness of the sports in Japan. On the day of the finals, Yuto Horigome took home the inaugural champion title in the men's category, while Aoi Uemura, at the age of 14, was victorious in the women's category. Winners of the best tricks were also recognized for their superior performance. We interviewed professional skateboarder Nanaka Fujisawa after the competition. 本当に楽しくて、こういう雰囲気で大会で日本でこういう大会出るのも初めてですし、すごいサブアリーナがあったり、外にキッチンカーがあったりと他のものも充実していて、こうフェスみたいな感じで、お客さんも楽しんでると思いますし、スケーターのみんなもすごく楽しんでたと思います。日本でも大会はたくさんあるんですけど、基本的にあるスケートパークで、こういう特設っていうよりかはスケートパークでやる感じなので、こう一般のお客さんもあまり来ないですし、この MC だったり音楽だったりとかもあんまりない、こうなんだろう、いい風になんだろう、おごそかな感じなんで、こう明るい雰囲気のこういう大会はすごい貴重ですし楽しかったです。やっぱスケートボードが好きなので、こうスケボーが結構不良のイメージだったりあると思うんですけど、自分はこの好きなスケボーをみんなにも好きになってほしいですし、そう好きになってもらえるような滑りができるようにやりたいなと思ってます。来年も再来年も続けてほしいですし、参加し続けられるように頑張りたいなと思います。 On top of the skateboarding action, Rakuten also collaborated with Japanese calligrapher Kenshin to empower next generation artists through a live art performance on site. An audition to find next generation artists was also held, with selected artwork displayed at the venue. メインはスケボーなんですけど、やっぱスケボーを取り囲むカルチャーとしてアートだったり、その飲食だったりファッションだったり、そういうのがやっぱこう絡めた上で、他のそのスケボーのイベントにはない新しいこう融合したイベントが作れればなと思って、本当に最初は勝手なイメージですけど、すごくこうクールな感じなのかなと思ったんですけど、やっぱすごく皆さん人間味があって熱くこう話をしたりとか、すごいなんか人間としてすごいこう距離が近いなと思って、来年再来年回数重ねるごとに本当に若いクリエイターの子たちが多分アップライジング東京っていうのを目指す舞台だと思うんで、それをどん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 発信していけるような環境と仲間作りができれば最高にハッピーだなと思います。私はもともと書道をずっとやってたんですけども、アートがやりたいということで謙信さんと出会っていろいろ教えてもらいながら制作活動をしているんですけども、その中の一環として今回のイベントがあり、このライブペイントも参加させていただけるということになりました。こうやって皆さんこう何人かでアートを描くっていうことが初めてだったので、自分が武器としている文字をどう生かそうか迷ったんですけども、結果的にこう一体感のある作品を描くことができたので楽しかったです。 Some Rakuten businesses also played a prominent role at the venue. Rakuten Tickets was the official ticket vendor for the event, while Viber provided the official guide on the day. Rakuten mobile users also enjoyed a priority lane for entry, and a booth was specially set up where visitors could experience skating through the eyes of professional skateboarders using VR technology, giving them a glimpse of the 5G future with high-resolution videos. もうその場でやってる、自分がやってるみたいな臨場感あって、怖かったけど楽しかったです。As a bonus, NFTs of the event's logo were given to those who purchased the Rakuten ticket. 僕オリンピックの時にスケートボードのボランティアやってて、それをきっかけにこう見るようになって、いろんな試合行ってます。メガネしてる、すごく特徴のある。で、僕神奈川なので地元なので応援してます。近い、近い目の前。
実は金曜日も来てて、金曜日は上から見てたんですけど、それでもすごく近くてよく見えて、いい会場でいい大会だなって思いました。本当嬉しい。スケートボードも、まあ、そうなんですけど、他のなんかこうアクションスポーツとか、まあ、いろんな大会もなんかこういっぱい主催してくれるとすごく嬉しいなって思います。なんか子供た 今もそうだし、なんか子供たちと一緒にできる、プロだけじゃなくてこう素人さんとかアマチュアの子供たちも一緒になってできるイベントだったら、もう本当何でもよくて、テニスとかでもいいし、そういうのを期待してます。息子がにスケボーとかちょっとやらせたいなと思って、今日は、はい、日本の、代表する一流選手が来るんで、はい、ぜひ息子に見せたいなと思って、はい、来ました。試合どうでした？はい、次は僕が出る番だって言ってます。僕ミーハに所属してます。僕らがインフルエンサーとかタレントさんを扱ったビジネスをやってるので、なんかここにキャスティングだったりとか、ここで話題になった選手にもっと別のなんかお仕事みたいなところを提供できればいいなと思ってます。はい、ネットで、まあ、スケボーの大会を探していて、それでこういう風な大会があるっていうのを知ってここに来ましたね。中学2年生の夏頃からスケボー始めていて、1年ちょっとスケボーしてますね。1年ちょっとぐらいですね、はい、選手がこうトリックを決める瞬間に盛り上がる瞬間が最高です。堀米雄斗選手がラストランの時に最後のトリックを決めたのが最高でした。自分も最後の堀米選手のラストランで一気に1位になったところが本当に叫んじゃいました。それはちょっと嬉しいですね。世界中からこうスケーターがいっぱい来るんで、しかもそれはトップレベルなんで。 In recent years, the popularity of skateboarding in Japan has been on the rise. Too many people, skateboarding is not only a sport, but a lifestyle involving urban art, music, fashion and more.Through this event, we hope to tap into the culture and integrate elements of our rocking ecosystem to empower the skateboarding world. This is the first time that we have held an event at such a large scale for extreme sports. But I think that choosing to take on such a challenge really match the characteristic of rocking and our mission to empower the society.